はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、22日から29日までのやるべきことイベントガチ予想をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーをお見せします。投資がこんな感じで、ヤシがこんな感じです。先週からの変更点はありません。3週連続入れ替えなしとなりました。ミート型の二遊間の補強が完了次第、セレクションマルティネス選手をオーダー投入予定です。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ111374、最大コンボ上昇量9306となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りです。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。今週も週の頭から基本的には3桁以上の安定した順位推移になりました。ここ4週間でかなり上振れており、同枠を3回取れている状況です。ただオーダー強化はできていない状況なので、そろそろシリーズ2 OB でもいい選手を当てたいところです。続いて試練アイテムの状況としてはこちらになります。選手枠の圧迫を避けるために OB 登場前は試練を回っていたので、今週も数が増えている形です。アニバーサリーの大量補強を見据えて貯金を続けていきたいと思います。 S ランク限界突破コーチの枚数は変わらず37枚という状況です。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて22日から29日までのやるべきことイベントガチ予想の方に入っていきます。まずは22日日曜日もしくは23日月曜日のガチ予想、 OB 登場に伴い A ランク以上確定スカウト、自チーム確定スカウトが予想されます。今回はボーナスありのため、ランキング勢は3回もしくは5回引いて走ってください。何回引くかはエナジー効率時間効率のどちらを重視するかで変わるでしょう。続いて27日金曜日のイベント予想、この日は本イベントつなぎイベントのどちらも組める日程になっています。プロスピマーケットが来たばかりのため、本イベントの可能性が高いでしょう。ここで直近できていない本イベントを見てみます。まとめると10月16日からピースを狙え、12月22日から俺の球場飯、3月14日からエージェント S、 5月2日からサクッと育成ストリート、17日からプロスピ妖怪道となっています。予想としては本命が俺の球場飯、対抗がエージェント S、 サクッと育成ストリートとさせていただきます。続いて27日金曜日のガチ予想、この日は複数のガチャが予想されます。まず1つ目が自チーム OB 狙い値スカウト第1弾、 OB 終了後はほぼ毎回登場するガチャになります。取り逃した選手を獲得するチャンスではありますが、基本はスルー推奨です。続いて2つ目がポジション追加のガチャ、今のところ内野手中継ぎ捕手先発と来ているので、次は外野手の可能性が高めです。予想としては超自チーム S 狙い値スカウトでセンター追加とさせていただきます。続いて27日金曜日にやるべきこと、次回のポジション追加までに期限が切れる契約書開封を行いましょう。残り何日の契約書を開封するかは金曜日のガチャ次第になります。その辺は当日の動画内で触れていきますので、そちらを参考にしてください。続いて27日金曜日のイベント更新後から29日日曜日にやるべきことチャレンジカップをこなしましょう。今来ているイベントプロスピー応援団はスタミナを使うイベントとなっているため、このような紹介になっています。ただ余裕を持って終わった場合はイベント更新前にこなして問題ありません。必ず自然回復分のスタミナでこなしていきましょう。ちなみに次は特殊能力カップとなっています。23日から29日までのやるべきことイベントガチ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は再びポジション追加があり、アニバーサリーの選手の能力も新たに判明するかもしれないので、期待して待っておきましょう。この情報が良かった方、今週の更新も楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて今後の主な日程に関してです。今現在確定している日程、予想を合わせたものとしてはテロップの通りとなっています。10月3日からリアルタイム対戦の大会、セリーグ杯、パリーグ杯、タイブレーク杯が予定されており、11月21日に完全移行の予定です。今現在確定している予定が少なく、今後の情報解禁に期待しましょう。
続いてね、先ほどちらっとね契約書の方が映ったと思うんですけど、まあまだまだちょっと選手枠がねどうしてもなんともならないので、まあこの前の動画で自チームミキサー2回やったんですけど、さらにねミキサーしていきたいと思います。でまあ自チームミキサーしてたんですけど、まあベイスターズにめちゃめちゃね、まあ狙いの選手いるってわけじゃないので、ちょっとノーマルミキサー2回やってね、まあ減る数は少ないんですが、まあ私立当たれって感じでやっていきたいと思います。さあ1回目お願いいたします。まあ何気でまだシリーズ2の選手1回も当たってないので、まあここらでね、まあ私立選手当たれば、まあそこにね一気に B ランクとかをね特訓で使えたりするので、まあ B ランクもね売却してるんですけどね、なるべくミキサーはしたくないので。さあということで1回目お願いします。誰が来るか。はい、ということで周東選手2回目ミキサー行きたいと思います。さあということで2回目やっていきましょう。まあ基本的にね、まあミキサーは私立完全移行の時にしたいので、まあなるべく避けてね、まあ B ランクの売却を優先してやっています。ただまあどちらにしろミキサーはすることになりそうなのでやっている形です。さあ2回目やっていきましょう。まあこれで一応この動画内ではミキサーラストになります。さあお願いします。あとね、まあ今週 OB の累計開封もできると思うので、まあそこでねとにかく狙いの選手引けるかですね。さあということで2回目誰が来るのかお願いします。まあ皆さんのね、まあまあみんなミキサー引かないか、まあ引いた方とかいれば結構教えてください。お願いします。2回目。さあ誰が来る。お、私立大竹選手来ました。まあ請求型組み込めるかなオーダーに。いやでもこれはまあいいんじゃないでしょうか。やっとね私立ゲットできました。続いてこちら新パワーヒッターキャンペーンに関してです。こちらは公式から結果の発表がないため、まあどうなったかねちょっとわからない状況です。おそらくね3万ポストいったかどうかなぐらいで、まあ S ランク契約書は厳しい結果になったと思います。キャンペーン期間がね16日までとなっていたので、今週あたり配布があってもおかしくありません。気長に結果を待ちましょう。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。日付変わって撮影している22時10時現在、イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、得点はスタミナ回復を選択している。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。序盤は一応活躍ゲージ700まで操作して進めている形です。余裕を持って自然回復で終わるペースと言えるでしょう。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は OB 第1弾が登場したということで、 OB 第2弾についての完結まとめ選手予想の動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。